く緊張しています。来るまでと接客のアルバイトをしていました。まあ、部活をしてたので共同生活には慣れているので、まあ、そこの心配はしてないです。僕海沿い好きなのでもう毎日この景色見れるんやったら楽しみかなと思ってます。はい。着隊から入隊まで1週間あります。まずはやっぱり今まで団体生活っていうのをしたことない人たちばかりがここに来ていきなり6人部屋だったり知らない人と話をしたりっていうことがあるので本当にあの人と人とのコミュニケーションの高めていく時間だと思ってます。多分この1週間で海上自衛官の卵になるっていう気持ちをもうすでに持っているので教えたことをちゃんと素直にやってくれているので1週間にそれなりに様になってるんだと思ってます。新技隊っていうふうに言われると思うんですけれども技術っていうのは十科学校で勉強していきますのでまず心と体、海上自衛官として勤務できるような基礎を作るとそこに重点を置いてやっています。最初に教わったことは気をつけの姿勢で言われなくてもまあ人前に立つ時とかは気をつけの方が自分としても身が入るのでこれから新しい生活が始まると思うとすごく緊張もあるけど楽しみの方が大きいです。楽しみ半分不安半分です。目安としては3分以内緊急時に速報できるようになっています。そんなぼんやりはしてないですね。だから急いできてるんでその時にも結構目覚めます。その後体を動かす興味だったりするともうちょっとお腹すいちゃうみたいな感じなのでちゃんと朝は食べるようにみんななっています。当直学生はその日の学生の代表として学生に指示を出す役割をしています。その学生については毎日日替わりで交代して回しています。全ての学生に経験してもらい指示を出す大変さ自分が指示を受ける側になった時にどう動けばいいかということを考える機会にもなりますので全ての学生に回るようにしています。まあ基本的なとこですね。服装用意であったり態度であったりまずは見本を見せてアイロンも見本を見せてで次はやらせるで大体一人はできるようになるとそこからどんどん連鎖して学生同士で教えれるっていう風な形になるんで初めは多分バラバラやったんですけど周りに合わすっていうことを意識するとうまくなっているんじゃないかなと思います。座学では
自衛隊の成り立ちであったりとか、船の構造とか発光信号かモールスとか、詳しいことはその術科学校で専門的に学んでいくんですけど、浅く広くみたいな感じで学んでいきました。作業始め5分前。5分前行動は、船は定刻になると出航してしまうので、それより前に乗り込んでおかなければならない、そういったところの意識づけっていう風になっています。これで23発異常なしって報告をする。これ新しいこと OK？ はい。車種は車種は帽子のつば後ろ、そこら辺の基本的に自衛官の武器を扱うところもありますので、身近というか一番扱いやすい武器をどう扱うかっていう訓練の目的があります。怖いっていう学生もいましたし、特にそういうことを感じないでやってる学生もいます。でも私たちからすれば、やはり銃を武器を扱うということには緊張感を持ってほしいので、その緊張感のない学生に対しては逆に緊張感を持つようには指導します。で、怖がっている学生についてはしっかり扱えば危険なものではないので、しっかり扱いなさいというような指導をしています。よしよしよし、長距離走がメインで、筋力トレーニングであったりとか、探偵競技とか、それは陸上で練習できる設備もあるので、その競技の前は練習をしたりとか。はい、体力はつきました。きついですけど、やっぱやりがいはあります。お風呂終わってから洗濯物を、そのタイミングで、売店とかも許可されるので、買ってきたらお菓子を食べたり。もうちょい左に、自分から見て左にずらして。磨けば磨くほど綺麗になるので、ゴールはないです。初めは掃除のやり方とかもよく分からなくて、もうここはいいやって思ってたんですけど、それがちゃんとしないと気になってしまうっていう気持ちになりました。自分の掃除したところを主に点検板が立つので、あそこ忘れてたとか、そういうドキドキする気持ちもあります。第31分隊準備終わり、ミュージンが予定の通り点検番号から自重かれ、あれ、あれは。やっぱりみんなスマホ触って、友人だったり、まあ、恋人だったり、親御さんと連絡取ったりだとか、一番私の周りで多かったのはゲームしてる学生が一番多かったですね。そこまで使いたいとは思わない。一旦使わなくていいやと思ったら、ちょっと楽になったので。自衛隊生活というのは集団生活が基本になるので、人と絶対接さなければいけないので、教務中であったり外出でもそうですけど、人とは絶対に関わるようにしなさいっていうふうに教えています。最初にホームシックだったっていう学生も今では前に立ってガン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 同期に対して言っているので、まあ、いい成長はしているのかなと思います。学生たちは可愛いです。男女問わず素直ですので、教えたら教えた分だけ成長することが目に見えて分かりますので、とてもやりがいがあります。4ヶ月は
まあ、やってる間はかなり長く感じたんですが、終わってみるとあっという間だったな、あもう終わりかっていう感じで。最初のうちはやっぱり慣れないことが多くてちょっとくじけてしまいそうなこともあったんですけど、分隊の仲間たちと助け合って今ここまで来れました。自分が一番成長したと思うのは精神面です。もうすごく濃くて楽しくて、でもきつかったけど、まあ、みんなと一緒に最後まで乗り切れたので、はい、よかったです。教官に選ばれたというのは非常に名誉なことだと思いなさいと。ひなが目を開いた時に一番最初に見るのが教官だぞと、その人の一生を左右するぐらいの配置であるということで、教えるっていうのが一番難しいんだぞということをですね、それは常々こう言っているところです。まあ、とても本当に最初から聞き分けのいい子たちだなっていう思いはしています。まあ、どこに舞台に行っても、まあ、精神的なところっていうのは特に問題ないのかなと。あとは体力、あと気力っていうところを、まあ、つけていってほしいなって思うぐらいで、どれくらい変わっていくかっていうのを楽しみにはしています。舞鶴所属の妙高に、上官することが決まっています。この後は広島県呉にある潜水艦教育訓練隊に入隊します。私は千葉の館山第21整備補給隊に行って、機体整備という職種で海も空も守れる整備員になりたいです。